写真拡大。ソフトバンク。西武オープン戦5日ヤフオクドームソフトバンクの柳田悠岐が野手が2019年初アーチを放った。5日、本拠地ヤフオクドームでの西武とのオープン戦。初回のチャンスで右翼ホームランテラス席へ飛び込むツーランを放った。主砲に待望の一発が飛び出した。先発の武田が先制を許して迎えた初回の攻撃。石から2番の牧原が右中間を破る三塁打で出塁すると、柳田が打席へ入った。西武先発の高橋光が1ボールから投じた2球目。内角低めのスライダーを捉えると、打球は右中間のホームランテラス席へと消えた。逆転のツーラン。今季、柳田には練習試合、オープン戦を通じて本塁打は出ておらず、これが2019年の初本塁打となった。福谷祐介。祐介福谷。